皆さんこんにちは、ガジログです。今回もやってまいりました。 Amazon の新生活セールファイナルということで、3月29日金曜日午前9時から4月1日月曜日23時59分まで開催ということで、この中でセール対象となっていますおすすめのスマートウォッチをいくつかご紹介いたします。実はこの前に事前セールの段階でこの動画の商品とは別におすすめのスマートウォッチやガジェットの動画も作成していますので、お時間がある方はぜひご覧いただければと思います。というわけでご紹介しました商品は概要欄のリンクに貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず最初にご紹介しますのは Amazfit Balance というスマートウォッチをご紹介いたします。つい先日価格改定で4万円を切った価格で出ていたんですが、今回なんとそれよりもさらに安くなっています。タイムセールで 14% オフ 35,910 円となっています。ここまで下がってくればもう買いだなという感じです。どんなスペックかと言いますと、ディスプレイは 1.5 インチの結構大きめですね、アモレットディスプレイとなっています。そして心と体のスコアを表示するレディネスという機能も入っています。そしてなんとね、上半身に限りますけども体組成計もついていまして、このボディの横にありますボタンをタッチしてね、測定することもできます。加えまして Amazon の音声アシスタントや Bluetooth 通話も使うことができます。ということでね、詳しく知りたいってことであれば概要欄に動画へのリンクも貼ってありますので、ぜひご覧ください。そしてね、こちらのモデルも非常に大人気ですね。 Amazfit の T-Rex2 というタフネス系のスマートウォッチをご紹介いたします。参考価格 35,800 円のところ、タイムセールで 24% オフ 27,370 円となっています。こちらのモデルも非常に大人気ですね。カラーリングはこのエンバーブラックとデザートカーキー、そしてワイルドグリーンとね、アーミーチックなカラーリングが多いんですけども、やはりねタフネスということで似合いますね。主な機能としましては、もちろん GPS も入っていますし、バッテリー容量は 500mAh とスマートウォッチとしては最大級ですね。バッテリーの持続は最大で24日間ということで、めちゃめちゃ長くなっています。さらにハードな使い方をしても10日間ほど持つということでね、申し分ないスペックですね。加えましてね、ワークアウトは150種類以上、防水性能もなんと 10ATM で 100m 防水に対応しています。すでにね、見た目でこれね好みかどうかっていう、多分すぐに分かれるかもしれませんけども、狙っていた方はこの機会にいかがでしょうか。そして次のモデルも Amazfit 製品になりますが、 Amazfit の GTR4 という大人気なスマートウォッチをご紹介いたします。参考価格 33,000 円のところ、タイムセールで 19% オフ 26,730 円となっています。このモデルも本当にロングランでベストセラーとなっています。機能としましてはね、なんと衛星測位は6種類に対応しています。そしてデュアルバンドの遠変波ということで、 GPS の信号を受信する感度っていうのも抜群ですね。その他のヘルスケア関連の機能も充実していますし、ウォッチ本体に音楽の保存もでき、ワイヤレスイヤホンなどで聞くこともできます。さらにはウォッチ本体がね、 Bluetooth 通話にも対応していますので、スマホ経由にはなりますけども、時計で相手と通話することもできます。さらにディスプレイは 1.43 インチのアモレットディスプレイとなっています。解像度は 326ppi ということで、かなり高精細となっています。この大人気 Amazfit GTR4、 結構安くなりましたので、この期間にいかがでしょうか。次の商品も Amazfit の GTS4 というねスマートウォッチをご紹介いたします。過去価格 29,700 円のところ、タイムセールで 10% オフ 26,730 円となっています。このモデルは一つ前にご紹介した GTR4 のディスプレイがスクエア版となっています。主な違いがまず見た目の点になります。さらにバッテリー持ちが丸型の GTR4 が最大で14日間ほどのバッテリー持続となっているのに対し、このスクエア型の GTS4 は最大で8日間ほどとなっています。ということで見た目とバッテリー持ちの点が大きな違いとなっています。発売されてからだいぶ時間が経っていますので、そろそろね終盤になるのかなという感じはします。狙っていた方、この機会にいかがでしょうか。続く Amazfit 製品になりますけども、 Amazfit Active というスマートウォッチをご紹介いたします。過去価格 21,900 円のところ、タイムセールで 18% オフ、なんと 17,910 円まで下がってきました。これもね、なかなかお値下げされないモデルだったんですが、ここに来てね結構下がってきましたね。このモデルもつい先日の新価格の改定に対象となっていまして、それよりもさらにね安くしてくれて嬉しいですね。主な特徴としましては、まずディスプレイがですね 1.7
7.75 インチのスクエア型のアモレットディスプレイで非常に発色がいいです。ただね、自動調光には対応していません。ですので明るさは屋外と屋内でちょっとね微調整する必要があるんじゃないかなという感じです。それ以外の部分に関してバッテリーは非常に長持ちですね。最大で2週間ほど。さらに Amazfit バランスと同様にレディネスの機能が搭載されています。そして GPS ももちろん入っています。加えまして便利機能ですね、 Bluetooth 通話や Amazon の音声アシスタントなど使うこともできます。見た目がね非常にいいですね。ちょっと Apple Watch ライクなところはありますけども、こういったデザイン好きな方いかがでしょうか。そして同じく Amazfit の製品になりますが、 GTR Mini というね丸型のスマートウォッチをご紹介いたします。加工価格 19,800 円のところ、タイムセールで 10% オフ 17,820 円となっています。 Amazfit 製品ずっと今ご紹介していますので、基本的なスマートウォッチに求められている機能はほぼほぼ入っています。ディスプレイはちょっと小さめになりますね。 1.28 インチのアモレットディスプレイになりますが、解像度が 326ppi とね非常に高密度で高精細となっています。自動調光にもしっかり対応しています。そしてヘルスケア関連の機能ももちろん入っています。加えまして120種類以上のスポーツモードも搭載と、おしゃれな見た目でありながら Amazfit 製品ということでね、抜かりないスペックとなっています。この機会にいかがでしょうか。そしてね、今度はファーウェイ製品になりますけども、ファーウェイバンド8というスマートウォッチ、これはスマートバンドという感じになりますけども、ご紹介いたします。参考価格6800円のところ、タイムセールで 13% オフ5914円となっています。このモデルはミッドナイトブラックといって、お値段がねこの5914円になるんですけども、同じタイプのこのナイロンループバンドですね、これが付いているモデルに関しては6120円となっていて、バンドがこのナイロン系の通気性のいいタイプが方がいいよということであれば、こちらのねお値段になってしまいますが、このねシリコン系の装着性抜群のこのタイプでもいいよということであれば5914円で購入することができます。主な特徴としましては、ディスプレイがね縦長のスクエアですね、1.47 インチのアモレットディスプレイで、自動調光には対応していません。そしてスマートウォッチということで、ここが優れています。重さがなんと、これバンド抜きになりますけども 14g です。込み込みでだいたい 25g を想定していただければいいかなという感じですけども、これを装着している時にやっぱりこのぐらいの重さだとね、重さを感じないぐらいの軽量さということで、つけ心地も快適ですね。そして睡眠測定や24時間のヘルスケアの測定にも対応しています。またね文字盤もたくさんありまして、結構有料のものが多いんですけども、その中にもデザインのいい無料のものもありますのでね、おそらく気に入ったものが見つかるんじゃないかなと思います。ということで、まずスマートバンド始めてみたいなということであれば、こういったねファーウェイバンド8なかなかおすすめとなっています。そして最後にご紹介しますのも、ファーウェイのスマートバンド、ファーウェイバンド7というモデルをご紹介いたします。もうねすでにお値段がかなり安くなっていますけども、参考価格7800円のところ、タイムセールで 49% オフ、ほぼ半額ですね、3990円となっています。ちなみにカラーリングが違うとお値段も変わっています。もうねそろそろ終売なのかなという感じですね。ブラックは5200円となって、だいぶねお値段の方は違っていますね。このモデルの特徴としましては、先ほどのファーウェイバンド8に対しまして、ほぼほぼ見た目の違いなのかなという感じですね。若干こうボディが丸みを帯びています。8はどっちかというとエッジタイプになっていて、ここ最近の iPhone みたいにねエッジが立っているデザインとなっています。その他の機能としては8と同様に2週間ほどのロングバッテリー、そして画面サイズも同等です。重さはほんとわずかですね、何グラムかの違いになっています。そしてヘルスケア関連も24時間の測定に対応し、ワークアウトの種類も96種類入っていますので、多くの方がされているねメジャーなスポーツには対応していると思います。ということでね、このねカラーリングが気に入ったよってことであればいかがでしょうか。ということで、今回 Amazon の新生活セールファイナルということですね。4月1日月曜日23時59分まで開催されていますので、もし気に入ったものがありましたら概要欄のリンクからご覧いただければと思います。ということで、この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。